鳥山石燕百吉連れ袋より、袋無地な袋無地なは、鳥山石燕による、江戸時代の妖怪画集、百吉連れ袋にある日本の妖怪。宿直袋を担いだ、人間女性風の無地なの妖怪が描かれており、解説文には、以下のように述べられている。穴の無地なの自家をするとは、おぼつかなきことのたとえに、ヘリ袋のうちの無地なも、同じことながら鹿を、 大う漁師のためには誠に、袋のものを探るがごくならんと、夢のうちに思いぬ石縁は、ガと百鬼夜行の序文において、今旗子がの百鬼夜行に読んどころて意を加え姿を補うと、室町時代の百鬼夜行絵巻をデザイン上のモチーフにしたことを述べているが、袋無事名も同様、百鬼夜行絵巻にある妖怪を元として描いたものである。一般に、 ムジナやタヌキの妖怪は男、キツネの妖怪は女として描かれることが多いが、モデルとなった百鬼や公絵巻の妖怪は袋を担いだ猿顔の女官風に描かれているため、袋ムジナもまた女のムジナとして描かれている。穴のムジナの自家をするとは、手に入れていないものの評価は難しいとの意味であり、無意味な当てずい量を表したことわざを指しており、袋ムジナはこのことわざと、 百鬼0期や公園巻の妖怪等をモデルとして描かれたものと解釈されている。百鬼連れ連れ袋にある妖怪は、ほとんどが不送信などの器物の妖怪のため、この袋無地なも無地なではなく袋の方が本体だとする解釈もある。ありがとうございます。